今ない〇〇を妄想する M8 招待ショータイム、二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、12月31日でございます。はい、こちらあのアランの幸福論にですね、12月31日にアランが出したもの、幸福論っていうのは今でいうところの、あのコラム的なもので、これがその多分新聞とかに書かれてたんでしょうね。でそれをまとめたもの、でそれが12月31日に出たやつ、あの出されたものがあってですね、それの題名がトンマな人間っていう題名で出ており、どんな話かっていうと、まあトンマな人間の例として、例えばその不満の種があると昼夜を問わず寝ても覚めてもずっとそのことを考えている。でその悲しみに浸っている、ずっと自分の痛みをかきむしっている感じですね。でそういうのをトンマの人間の例として挙げたり、例えばその美しい恋人に振られた男はもうその振られたことしか考えてない、これもまあ浸っているのと一緒ですよね。でもうそれ以外に考えようとしないと、そんな人に対してアランは自分を慰めることに専念した方がいい、他人に身を投げるようなことはしてはいけないっていうのを大晦日に挙げており、これがあの1911年12月31日のプロポでございますと。プロポっていうのは、まあ、コラムみたいなものですね。で、まあ、打ち明けてしまうと、これ収録しているのは12月27日です。で12月27日に上げているプロポがあるんです。はいはい、これがあの1921年12月27日にアランの幸福論のアランが上げたものとして、結び目をほどくことっていうコラムが挙げられていてですね、この中でも結局はそのいかに人は不幸になっていることを自分で作り出しているかっていうのをやめましょうっていうのをアランはずっと言ってるんですね。でここであの赤線が引いてあるんです。あのこれがあのすみません、中古で買った時に線が引いてあったので、で赤線が引いてあるところを読むと、誰もがよく知っている通り、怒りと絶望はまず第一に克服しなければならない敵である。それには信じなければならない、希望を持たねばならない、そして微笑まねばならない、こうしながら仕事を続けねばならない、そういうわけで、もし不当不屈のオプティミズム、楽観主義ですね、を原則中の原則として自らに課さないならば、すぐに最悪の悲観主義が現実のものとなってしまう、自分の置かれている状況とはそういうものなのだ。で、アランがこういう、幸福論っていうのを挙げてる時に、君はオプティミストだねって言われた、君は楽観主義だねって言われたことに対してアランが後悔している。要はポジティブになれとはちょっと違うと思ってるんですね。楽観主義っていうのはやることはやってもうくよくよ考えないっていうのはポジティブじゃないですよね。ですね、ポジティブと楽観主義は違うっていう話が今したいと思ってます。まあ、そこの言葉の意味はいいんじゃないですか。ああ、なるほど。要はあの、ポジティブを否定する人っているじゃないですか。はいはい、じゃあ全部ポジティブがいいのかよみたいな。まあ、ここで言ってるのはあれですよね、悲観的にっていうか不幸な状態は自分の心が作り出してるから、そうそう、それを手放しましょうみたいなっていうのをずっとアランは言ってます。でそれが楽観、こういう人はそう楽観主義っていう話を、で自分も楽観主義に、人は楽観主義にならねばならない、努力して楽観主義に ならねばならないとおっしゃってる感じです。だからエニアグラム的に言うと手放せですよね。そう、我々がよく動画でやっているエニアグラム的に言うと手放せです。自分の持っているとらわれを手放せです。で、新年のコラムもあるんです。あ、新年のコラム、はい、はい、1910年1月2日に新年おめでとうっていうコラムがあるんですね。そこのところにも赤線が引いてあって、これはまあ1年の計は元旦にありって日本は言うじゃないですか。で、なんて言ってるかというと、まあ、最後に一言親切な言葉を君たちにあげますと、心からの感謝の言葉を言ってごらんと、
冷淡なノロマに対しても親切にしてあげたまえ、君はこの上機嫌の波に乗ってどんな小さな砂浜にも行ける。で、まあ、飛ばして、なので出発点をつかみたまえ、1年の初め年の初めを良くしたまえと、良き業者であれ。業者っていうのは馬に乗る人のことを業者っていうらしいんですけど、馬編にまたと書く、良き業者であれ。業者席ではくつろいだ気持ちで馬は意のままに操ることと、なんでどんなのろまな人に、まあ、気が合わない人とかにも親切な言葉を投げかけようと、1年の初めに、でくつろいだ気持ちで、まあ、自分っていう馬に乗ってね、親切な言葉を投げかければいいんじゃないか。それで、まあ、ちょっと前に挙げた風の時代、風の時代乗っちゃえばいいんだよと。ここでは波っていう表現をしてますけど、乗っちゃえばいいんだよ、で来年に対して、まあ、結局そのなんかノロマで、冷淡なノロマですよ、ね、に対しても親切な言葉を投げかけるんだと、でそこでこう怒りを覚えても自分が不幸になるだけって話ですよね。もうその持ったイライラはずっと多分残るのでね、そんなの忘れてしまえって話ですよね。自分がこうどんどんこう気持ちが嫌な方へ向いていくだけ、そうかきむしってる感じですからね。それをイライラすんなみたいな、はい、でそれを投げかけるとまた向こうから反応とかでまたイライラが、イライラに薪を注ぐような感じですよね、はい、だからもう感謝の言葉を、感謝をして、そうですね、イライラしないようにすると、はい、こう気持ちも気持ちよくいられる。で、まあ、これまた僕の感覚だと、あ、俺ありがとうって言えた、俺いいやつじゃん、で、まあ、自己満足にもつながるありがとうは、だそういうもんじゃないですか。嫌な言葉をこうかければ、なるほど、自分も嫌な気持ちになる。そうですよね、はい、相手の反応も嫌な反応するし、はいはい、っていうのを、はい、ちょっとアランの幸福論より、大晦日にね、はい、来年こんなことしたらなんて、アドバイスを新年に偉そうに、まあ、この偉そうにっていうスタイルで1年間来て来ましたと、あの昨年の12月31日に上げた動画、ちょっとまたここで写真だけ上げとくんですけども、その時があの52人だった、チャンネル登録者数が、で多分大晦日ぐらいだと、550人ぐらいになってるのかなと。ちょうどこの大晦日だと550人ぐらい今、約10倍、10倍だと。じゃあここで我々もね、ちょっとあの来年の抱負などを、来年の抱負を多分あの前の12月31日の動画でも抱負を語ってるんですね、はいはいはい、あのこんなことしたいこんなことしたいって、で、若干かなっているところがあるなと思ったのは、隊長がそういうスペースにしたいんですよね、みんなが動画上げられてみたいな、でおっしゃってた時に、もうなんか引っ越しが決まっている。あ、そうそう、引っ越しが決まって撮影できそうなスペースを、まあ、今よりだいぶ広くなる、はい、で、まあ、動画を撮影ししやすい、しやすく、今は お客さんが来るとそうそうやめましょうかみたいなそういうのがもうちょっと動画やりやすくなるかな、はい、でまあ何か動画の機材もいろいろ揃いましたよね、去年の今。そうです、カメラも一眼レフになって、はい、でああいうライブ配信するようなのも揃ったりとかで逆にそのライブに、ライブしてくれるっていう、あの仲間というか、人たちも、人のつながりもできたりとか、そうですね、ちょっとずつ学祭出ましたしね、学祭出ましたしね形はどうあれ、はい、あ、金健さん、幸太さんありがとうございます、はい、あ、よっこさんありがとうございます、片岡さんありがとうございます。こうやってなんかやると、あ、山山さんも、あ、山山さん山山さんありがとうございますありがとうございます。こうやってあの、人のコミュニケーションが、あ、輪が広がったりとか、そう、52人の時はそんな匂いすら全くない中、何もなかったですよ、ね、何もなかったですね、でまあその時に言っていたのも、言うと叶う、で僕はごめんなさい、ちょっとスピってるので、スピってる部分もあるので、スピってなくてもスピってない誰ですかその言葉スピってなくても、はい、あの夢は叶うって思ってますけどね。あ、なるほど、僕はあの言霊はあるってちょっとスピってますので、あのまあ、言うといいんだなと思ってる、なので、まあ、この場でねちょっと来年もこんなことしますみたいな、
だと僕はもう10倍なので、うん、10倍来たので、うん、また10倍いくといいなって、5000人、うんうん、来年のこのタイミングで、うん、いや5000人言うと叶いますねって、うんうん、去年そういえば言ってましたね、言ってましたねって、うん、ちょっとこの蝶ネクタイの色を変えたりとかしながら、うん、あ去年もうだんだんどうなってくる、大きくなるのか去年はだってもう私服でやってますからね私、うんうん、あのこういうスタイルがまだ確立できてない、うん、蝶ネクタイもない、蝶ネクタイもないです、あいつからだっけ、でもそろそろですよね、そうですね、多分途中で50人で100人になったぐらいからなんかちょっとモチベーションが上がってきて、ちょっとあの自分を演出しなければならないってやり始めましたね、はい、はい、こうやって前に出るものはね、うんうんうん、ジャケットぐらい着ろよって、うん、で土田さんが言われたらしいんですよ土田さんってあのお笑い芸人のお笑いの土田さんが、うん、あの有田さん、うんうんうん、クリームシチューの、うん、お前そんな、うん、なんかその時まだチェックのシャツとか、うんうん、ネルシャツとかで出てたらしいんですけど、うんうん、お前ねって、うん、これから出ていきたいなら、うん、もうあの浪人生みたいな格好せずに、うん、ジャケット着ろって、うんうん、そうするとちゃんとそういうコメンテーターみたいな仕事もできるからって言われて、うん、ジャケット着だしたら、うん、本当に今そうなってる、うん、まあでもだからで思ったんですよ、うん、ジャケット着なきゃってネクタイしなきゃって、うん、僕の私服はジャケットですけどねそうなんですよだからジャケットだからそうやってやっぱ言うとね、うん、まあでも言ってカジサックはジャージですよ、あだから僕は赤メガネ赤蝶ネクタイが、うん、あの戦闘服、うん、キャラ付けですね、うん、はい、戦略、はい、じゃあ僕はパーマです、くるくるパーマ、くるくるパーマにするとくるくるにしなきゃ、そうだ、ずっとですよあのトータルテンボスの藤田さんが悩むやつですよ俺いつまでアフロなのそう、はい、まあ、そこは、まあ、目標にはしないですけど、しないですけど、うん、でもまあ来年5000いってるといいですよね、いいですよね、うん、去年でも僕1000にいってる予定だったんですけど、このタイミングで、このタイミングよりもうちょっと1月2月ぐらい2000人ぐらいの、あっていうと僕、うん、初夢じゃないですけど、うん、夢見ましたよ、うん、2000人行く夢、2000人行く夢、起きたら2000人だったって夢を見たんです、突然何かがバズるその可能性は全然なくはない、ね、2000人じゃんって今日夢を見たので、うんうん、あのちょっとスピったところがあるので、うん、なるといいなと思ってます、うん、はい、はい、っていうところであの、うん、ここまで見ていただけた皆様、はい、あの今年も1年ありがとうございました。来年も何卒あのこのペースでやっていければな、うんうん、ここまでこうできたのはこう皆さんの本当、それは本当です、あの皆様 の、うん、あのコメントとか、コメントとかチャンネル登録とかがあったからこそ、うん、このモチベーションが維持できたみたいな維持できた、はい、1年経って50人だったら多分もうやめてますもんね、多分そうですね、あの、うん、ここでゲームとかやってるかもしれないですねあのメントスコーラとか、あメントスコーラとか、はい、これやったらいいんじゃないかみたいな、あの瞑想が始まってそうです、はい、まあ、今も瞑想中ですよね、いろんなことをチャレンジしていきたいなっていう、まあ、そうですね、はい、引き続きまた皆様と一緒にと思ってますので、はい、うん、ご視聴いただければ、ご視聴いただければ、うん、あの若干あの参加型、まあ、皆さんにどんどん参加してもらいたいなっていうのが、はい、参加型でやってますので、はい、はい、で隊長がその、うん、去年語っていたのが、うんうん、みんなが動画を撮れるような、うんうんうん、でみんなが動画チャンネルを上げるようなところを作りたいんですよねって言ってて、うんうん、着実にそういうのがなってるし、うんね、M8 もなんかいろんなチャンネルでわって上げられればなって、うんうん、な YouTube 仲間みたいなのがやっぱ欲しいじゃないですか、そうですね、はい、うん、でそういくとあの金券のところとかよっこさんとか、はい、うん、片岡さんとかそうですね、はい、うん、いろいろ増えてきてますので、うん、広げていければな、はい、広がっていけば、そうですね、うん、思います、はい、あの来年も何卒引き続きよろしくお願いします。いいですかね、 OK です、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。